こんにちは。伝え方コンサルタントの三木恵です。今日は内定率がアップする話し方、発声トレーニングについてお伝えしていきます。みんなが思っている以上に面接での声って大切なんです。そしてみんなが思っている以上に声って変えることができるんです。もしかしたらあなたが就活で内定をもらえなかった理由は声や声の使い方にあったかもしれません。ぜひこの動画で一緒に練習をして内定率アップさせちゃいましょう。なんで面接で声が重要かということなんですけれどもね、面接の前の段階、履歴書を出すとかエントリーシートを出すとか、この段階では言葉しか使ってないわけですよね。でも面接からその言葉を声に乗せて伝えるというプロセスに移行するわけです。ですから面接で初めて使う声っていうのはやっぱり重要なんですよね。面接官の感情を動かすためのツールとしてすごくパワフルなんです。さらにメラビアンの法則というのを聞いたことがあるでしょうか。これはざっくり言ってしまいますと、話す内容と声や表情などの表現の部分が一致していなかった時、表現の方が優先されるという法則なんですね。具体的にお話をしますと、私の長所は体力があることですというふうに話したとしますね。この時に声が、私の長所は体力があることです、なんか体力のなさそうな小さい声、ボソボソした話し方だったとしたら、そっちのイメージの方が優先して面接官に受け取られるっていうことなんですよ。つまり体力がありますっていうことをアピールしたいのであれば、しっかりと通る声で体力がありそうな言い方をしないとちゃんと伝わらないよ、むしろ逆効果だよっていうことなんですね。そういう意味でもしっかりと自分のアピールしたい内容に合わせた元気な声を出すっていうのはね、とても重要なことなんです。では今日はこの動画の中で一体どんな声を目指すのかということで、3つのポイントに絞ってお伝えしていきます。明るさ、爽やかさ、芯の強さ、この3つを声で表現するためのトレーニングをご紹介したいなと思っているんですよ。迷ったんですけれどもね、どういうところに目的を持っていくか。でもやっぱりこの3つ、まあとてもねベーシックなものなんですけれども、特に今のこの時代を考えると、まあ何が起こるかわからない、いつリモートになるかわからないとか、そういうことを考えますと、明るくて爽やかで芯が強い、こう前向きに頑張ってくれそうな感じっていうのはもう絶対必要な部分ですので、そこは声で表現できるようになっておくと非常に強い、どんな業界でも関係なく使えるスキルだなと思ってこの3つに絞ってみました。ぜひ声の出し方、使い方で明るさ、爽やかさ、芯の強さを表現して、面接官の求める人材としてあなたの魅力をアピールしていってください。それではいよいよ発声トレーニングです。まずは一つ目のポイント、明るさを手に入れるトレーニングとしておすすめなのはリップロールです。実はこのチャンネルでも何回もご紹介している本当におすすめのトレーニングなんですけどもね、唇をプルプルさせるやつです。すごい説明、ブーっていうんですね。子供の時に遊びでやったりしたことがある方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、実はこのブーリップロールっていうんですが、発声練習としてとってもとっても優秀なんです。特にブーブーみたいに高い音や低い音、いろんな音程を出すことが効果的ですね。ですから歌を歌っちゃいましょう。ご自分の気持ちの上がる曲で OK ですので、ブーこれを使って歌を歌うんですね。なるべく音が途切れないようにすると、こう肺活量も鍛えられて一石二鳥です。で、私は普段大人の方向けのレッスンでは童謡でゾウさんとか歌うんですけれども、歌謡曲で構いません。で、あのブーっていうのが結構上手にできるよっていう方は、どんどん難しい歌に挑戦していってください。音がこう高くなったり低くなったりとか、パカパカ変わる曲の方が難しいので、そういうのでもリップロールで難なくできるように続けてあげるととても効果的ですね。どういう曲がいいかなってね、動画撮る前に考えてたんですけど、アドさんのうっせーわとかいいかなと思ってて、ブーブー難しい、ブーブーすごい音痴ダメだ。
見本にならない。いろんな曲をね試してみてください。ゾウさんだったら得意なんだけどな。ブルル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 ルで、一曲歌うだけでもかなりウォーミングアップになるんですけれども、やりすぎて悪いということはないですので、ぜひ続けてね、やっていただけると、喉がリラックスして使える音域の幅が広がるんですよ。ブーの時だけじゃなくって、喋ってる時にも低い音から高い音まで幅を持たせて表現力豊かに話せるようになるんですね。この使ってる音の幅っていうのが明るさっていう印象につながります。あとついでにね、声もよく通るようになりますので、それも元気な印象になっていきますね。ちょっとうっせぇわが歌えなかったのがあれでしたけども、ぜひできた方コメントでできたって教えてください。2つ目のポイント、爽やかさを手に入れるための発声トレーニング。これはですね、爽やかさっていうのはやっぱり滑舌の良さ、ハキハキ話しているっていうところから出てくることが多いですね。そこで顔をしっかり動かしていただきたいんです。で、おすすめの運動があるんですけれども、顔をですね、こううーんってパーツを集めて集めてパーって開く、パって読んでる体操です。これね、表情を良くするっていう動画でご紹介したことがあります。手をつけるとね、やりやすいです。うーんって顔のパーツを引っ張って引っ張って、すごい顔になりましょう。で、パーって開く。普段こんなに顔のパーツって動かさないですよね。何回かやっただけでこの辺結構温まってきます。で、顔を普段からしっかり動かしてお話をするようにすると、滑舌ってどんどん良くなっていきます。筋肉の問題なんですよね。要は筋肉をしっかり使ってあげましょう。面接の時だけ口を大きく開けるとか、顔を動かして話すってやってもそれは無理です。普段からの積み重ねがハキハキした話し方には大切ですので、こうね、顔をミュってたくさん動かす、普段からこういっぱい口をね開いて話すっていう練習をぜひ取り入れてください。3つ目、芯の強さを表現する声におすすめのトレーニングは S 音トレーニングというものがあります。まず S 音って何かということなんですけど、アルファベットの S ですね、SU ではなくって S、子音だけの音を細く長く出していくっていう練習方法なんですよ。スーじゃなくって聞こえるかな、この音を小さくて構いませんので、細く長くなるべく安定して出していくっていうことがとても良いボイストレーニングになるんですね。で、しっかり息をします。まず息をふーっと吐いて、で、なるべく肩や胸が動かないように腹式呼吸を意識して息を鼻から吸っていきます。で、吸い切ったらというふうに小さい音でいいですので、細く長く出していきます。で、よかったらタイム測ってみてください。だいたい20秒くらいという音を出し続けることができるのを目標にしてみるといいでしょう。このトレーニングはですね、まず肺活量がアップしますので、安定して長く喋れるようになります。それからインナーマッスルが鍛えられます。やってる時におへその指3本分ぐらい下のところ、丹田のところに力が入るんですけれども、ここに力が入ることでお話をした時にも通る声が出しやすくなるんですね。で、3つ目に緊張を和らげる効果があります。吸う息よりも吐く息を長くすると副交感神経が活発になるんですね。で、その結果として緊張が和らぐということになります。ですから、こののトレーニングは普段からやるのもおすすめですし、面接当日の待ち時間とかにね、ってやっておくのも緊張緩和になって、あとこう声を出すウォーミングアップにもなって、とってもおすすめですね。で、まとめますと、このっていうトレーニングは声がこう重心が低くなって安定した発声ができるようになりますので、芯の強い声、ふにゃふにゃしてない声になっていくことができます。ということで、今日は3つのトレーニングをご紹介しました。まず明るさを手に入れるためのリップロール、爽やかさを手に入れるためのパの体操、芯の強さを手に入れるための S 音トレーニング
というものですね。3つご紹介しました。最後に面接当日のアドバイスとしては、このトレーニングで磨いていったあなたの明るく爽やかで芯の強い声っていうのを最初の第一声からしっかり出すことを意識していただきたいんですね。面接でしたら失礼しますが多分最初の一声ですよね。ウェブ面接の場合は音声映像問題ないでしょうか、これが第一声かなと思いますけれども、この時から明るく爽やかで芯の強い声を出すっていうのを大事にしてほしいんですよ。やっぱり第一印象が大切ですし、もう最初の発声からしっかりやることができれば自分で自分の背中を押すことにもつながります。スタートダッシュとっても大事ですのでね、もう最初から全開でいくっていうことを大切にしてみてください。明るく爽やかで芯の強い声でぜひぜひ内定率アップ目指してください。あなたの就活を応援しています。このチャンネルでは声や言葉、コミュニケーションを通してあなたがもっと伸び伸びと活躍していくためのヒントをご紹介しています。今日の内容が良かったよ、役に立ちそうだなと思ってくださった方はぜひグッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。伝え方コンサルタントの三木めぐみでした。またね、ありがとうございました。